青春短編声劇青色作佐々木達夫渦巻ユアネームボールペンで好きな人の名前をひたすらノートに書いていくそしてインクが切れたら思いが届くそんな都市伝説私は信じないみちるまたノートに渦巻き勉強会なんだから集中しろよ気分転換してたの混乱してるんじゃねえの 流の思考の整理術なの分かんない問題あったら言えよなせっかくの勉強会なんだから大森に教えてもらうほどの難問はありません俺だって未知るに教えてもらう問題はないけどなお互い様だねだな大森久志それが彼の名前だ彼は私の気持ちには全く気づいていないいきなり私が2人で勉強会をしようと誘ったのにも 何も感じていないようだ鈍感もいいところこの渦巻きだってただの落書きじゃないのにあのさ大森<ん>ここの三角関数の問題なんだけどどれこれ公式使えばいいんだよねああこれはそうなんだよ分かってんじゃんまあねなら聞くなよまあ ねえ集中集中彼はそう言ってカリカリ問題を解いていく私はまたノートにぐるぐると渦巻きを書く本当は渦巻きに崩して彼の名前をぐちゃぐちゃに書いていること絶対に彼は気づかない私の思いが絶対に届かないのと同じ構造だあのさあなんでもない 生きてるか確認したなんだそれ集中鈍感な彼との真面目な距離感ペンのインクは切れることはないだろうし私も自分の気持ちを言うつもりはないし私のぐるぐるは結局続くのであった